どうもこんにちは、ゆりやとくでゆりやりくです。ご覧の通り美女と松ぼっくりなコンビです。ちょっと早かったね、ツッコミね。松ぼっくりなコンビです。しかもなんかちょっと中途半端だね。もうちょっとバチッと突っ込んでくださいよ。いきますよ。松ぼっくりのコンビです。はい、ありがとうございます。それそれ。はい、というわけで始まりました、ゆりやりくワールド。今回の企画はゆりやりく絆チェック。もう私たちコンビを組みまして4年が経ちます。まあ見ての通り絆はバッチリなんじゃないかなと思ってます。そんな中、今日試してみたいのが、人間の言葉、いくつか理解してる言葉っていうのがあるんですね。それは立つでしょ、それから座る、それからお尻この3つ、これはおそらく言葉で理解していると思われます。ただですよ、猿回しをね、お猿さんと芸をやるっていうのはとってもね、コンビの絆が大事なわけですよ。言葉を覚えているとはゆえ、私が言ったことしか言うことを聞かない、これが絆なわけですよ、おそらく。ですから今日はそれを検証していきたいと思います。で、今日はね、いつもこのゆりやりくワールドカメラマンをやってくれてる、あ、間違えました、キャメラマンをやっていただいている小泉くんに来てもらってるんでね、小泉くんの言うことをくーちゃんが果たして聞くかどうか。私が言うことは聞く、ただし小泉が言うことは聞かない、この形が一番正しいパターンだと私は信じてるんですね。それを今日は実際に検証していきたいと思います。はい、というわけでジュリアリクワールドキャメラマンの小泉くんです。お願いします。はい、じゃあ今日はですね、私たちの絆チェックということで手伝ってもらいたいと思います。はい、絶対に私の言うことしか聞きません。はい、いいですか。大丈夫ですか、うっちゃん。大丈夫ですよね。大丈夫ですか、うっちゃん。うっちゃん大丈夫。そちらよりじゃない、もういきなり。なぜに意外とね、仲良しなんですよね。まあ、とはいえまだね、言うてもどれぐらいの付き合いですか、くーちゃんとは。まだ半年。半年ですよ、半年。聞きました皆さん、ね、まだ半年です。言うこと聞くわけがない。じゃあ早速やってみましょうか。じゃあまず私から。立つ、座る、お尻、お尻お願いします。お尻、はなんすごい走りましたか、くーちゃんは。はい、すごい見ました、これが絆です。ありがとうございます。すごい、はい。じゃあ続いて小泉くんやってもらいましょうかね。もうくっついてます。なんか嫌な、なんか嫌な、なんだろう。じゃあ行けますか。もうなんかもう終了した感出てますよ。ちょっと一回リセットしましょうか。はい、ちゃんと、はい、ちゃんとしててね。はい、はい、じゃあお願いします。じゃあ立つ、これふざけてますね。小泉くんの言うことはそんなに聞かなくても大丈夫って感じですね、今くーちゃんの心理からすると。うん、まあ、小泉くんはいわゆるあのお友達まあ懐いてはいますけどね、見た感じ。言うこと聞くほどの人ではないという認識ですか。ちょっと分かってみましょうか。くーちゃん立つ、くーちゃん、これですよ。何ですかこれ、ね、これですよ、絆です。立たないと座るもできないですね。え、ですよね。じゃあちょっとみんな座る。はい、座って。じゃあ私もう一回やりましょうか。はい、立つ、すごい、おお、お、立つ座る。はい、じゃあ小泉でやってください。立つ、座る。いや、これは、これはあれですね、私が今こう、見てましたから。あ、本当ですか。あ、今もしかしてやらなきゃいけないかもしれない時間かなっていうくーちゃんの勘違いですね。はい、一回、そうですね、ちょっとじゃああっち向いててもらう。そうですね、はい、よし、く
ゃあ頑張るよ。立つ、座る、ピッ、完璧です。くーちゃん、くーちゃん、くーちゃん、完璧だよ。くーちゃん、小泉だよ。何そこの絆、なんかムカつく。よくできました。絆できちゃった。うん。ふうちゃんおいでこっち。はい、座ってください。はい。じゃあちょっとあの難関のですね、お尻をやっていただいて、やっぱお尻っていうのはですね、いいですか。あのお猿さんっていうのは野生動物ですから。はい、背中を見せるということがどれだけ信頼度があるかっていうのがね、重要なんですよこれ。わかりますか。お尻を向けられるというのは本当に信頼してないとこう背を向けられませんから、うん、これやってみましょう。 あれもしかして背を向けてますもうすでに、はい、よし、くーちゃんお尻、くーちゃんお尻失礼しました。くーちゃんお尻、お尻、くーちゃん、お尻、くーちゃん、お尻、くーちゃん、ダメだ。これですよ。ダメだ。ねえ、ちなみに私やってみましょうか、もう一回。お尻。すごい。すごい。はい、くーちゃん座ってください。お尻、お尻、お尻、お尻です。すごい、よかったです、くーちゃん。できない。さすがだ。はい、見たか我々の絆を。見たかこの絆を。これに関してはね、ちょっと私も結構嫉妬しますね。誰にでも言っちゃってくれるんで、くーちゃんはね。え、じゃあここ座って、こっち座って。はい、こんさん。じゃあ続いてはこれ結構ね難しいやつです。まだまだ。例えば美味しい食べ物、くーちゃんが食べたいものを目の前に置き、まだという声をかけて言うことを聞くかどうか。これも結構信頼度が必要です。必要ですね。はい、ワンちゃんとかよく言ってますね。そうです、待てね、うん、なりますよね。大事なことですからね。そうそうそう、非常に大事ですこれね。ちょっとやってみましょう。はい、くーちゃん大好き、ポン菓子でーす。もうね、張り切ってますよ。これもうやばいです。もうやばいです、これは。これはもう待てない状況にいますが、これをいかに待ってという言葉をくーちゃんが聞いてくれるかどうか、やってみましょう。はい、くーちゃん、まだよ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 、置きます。のくーちゃん、まだよ、まだよ、はい、まだよ、まだよ、そうそうそう、まだ、まだよ、はい、まだよ、はい、起きました。まだ、まだよ、まだ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 、すごい、まだ、そう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 、まだよ、まだよ、まだですよ、よし。おー、すごい、すごいじゃん、くーちゃん。おいしいね、待ったのは偉いね。待ってたね、本当は食べなかったでしょ。でも待ったでしょ、うん、偉いね。口でそのまま言ってる。そう。はい、やってきました。ありがとう。すごい。はい、じゃあこれちょっと小泉ちゃんやってみようか。すごい。はい、ちょっと座って、座って、はい、じゃあ入れるところからいきます。はい、なんだか、はい、取って、まだ、まだよ。で、ここから私もう何も言いません。くーちゃんまだだよ、まだ、くーちゃんまだ、まだよ、くーちゃんまだよ、くーちゃんまだ、まだよ、ちょっと一回ストップしません。口の中に入ってるから待ちますよ。一回ね、くーちゃんの口の中のものが一回全部なくなってからやりましょうね。うんうん、はい、じゃあ行きましょう。ポン菓子、
ちゃん、まだまだです。くーちゃんちょっと待って、まだよ。くーちゃん、まだよ。まだです。くーちゃん、はい、これです。無理だ。くーちゃん、まだだよ。まだって何ですか。あー、待って私、こいつみちなみに、こっから私がくーちゃんに、まだまだよ、まだくん、まだまだまだ聞きません食べ始めちゃったら聞きません。しょうがない。まだよくーちゃん、まだまだよ、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 まだ、ちょっと寄せてんじゃん寄せたよね、今。おいちおいち、おいちじゃないよもう、明らかに違いましたもんね。違いましたね。うん、絆ですね。間違いなく絆です、ね、いや乾杯しました。ありがとうございます。参りました。ね、くちゃんお利口さんだったね。うん、素晴らしい。すごい。待つはいけると思わないですね。はい参りました。はい、参りました。はい。いきます。お願いします。ポン菓子が詰まってます。1個でいいです。あ、投げました。2つ出ました。はい、出ました。お羊座と射手座です。今週は2星座の皆様、いいことありますよ。はい、ではまた来週お会いしましょう。じゃあねー。なんなのさ付き合ってくれてんの、ありがとうねその顔顔と態度座っててよ、気をつけ、ダメ、気をつけ、あ違うんじゃない、椅子と間違えたのか違う、ここだ、お姉様はこっちだ座ってて